どうも、しゅんです。こんにちは。はい、どうも、こんにちは。はい、僕たちは今、iPlug さんっていう会社に来てるんですけど。はい、のオファーをしてサービスがあると。iPlug さんっていう会社に来てるんですけど。はい、のオファーをしてサービスがあると。二人で今日は面接を受けるというよろしくお願いします。沢川さん、面接の経験はありますか？スターバックスの面接落ちたんですけど、はい、まあ、それ以外は全くないっていう状態で。あ、なるほど。でも今もう頭が真っ白もうさっきからでも僕もスターバックスの面接受けました、はい、あ、そうなんですね。大学1年生受かりましたか？書類審査で落ちました書類審査で落ちましたパワーボックスの社長の中野さんにお越しいただきました。今回は中野さんに僕とパーカーさんどちらが一緒に働きたいかを判断していただくという、面接の企画となっております。じゃあ今日はよろしくお願いします。お願いします。自己紹介をお願いします。はい、神戸大学2年のパーカーと申します。はい、僕はまあ大学生であるんですけれども YouTube に動画をアップしてまして、はい、大学に本当に友達がいなくて、はい、初めはあんまり前向きに捉えてなかったんですけど、はい、意外と YouTube でみんな楽しんでいただけるってことで、まあ、今それも楽しみながらやってる。じゃあ、しゅんくんお願いします。はい、僕は金沢大学の3年生で石川県から参りました。はい、僕もやってることとしては YouTube で就活支援というのを枠組みに YouTube チャンネルを運営しています。はい、働くっていうのはどんなイメージを持ってますかね？昔バイトしてたことがあるんですけど、その時は言われたことをひたすらやるっていうのことをやってたので、はい、まあ、どっちかというとその自分で考えるっていうよりかは人に頼まれたことをしっかりやるっていうのが大事だと思ってたんですけども、 YouTube 始めてからは自分の頭で考えるっていうのがすごい重要なのかなっていう、はい、YouTuber やる前と後で言うと感覚的にどう変わりましたか？はい、自分のやりたいことを仕事にするっていうのを頑張らないとなっていうふうには思います。しゅんくんはどうですか？質問何でしたっけ？これすごい大変な経験だったなとか、あれも教えてほしいんですが。一回大学を休学してるんですけど、はい、その休学期間何をしてたかっていうと、1年間ずっとアルバイトをしてたんですね。それを経験してから、やりたくないことでひたすらお金を稼ぐっていうのは、まあ、慎重にやっていうふうに思いまして、自分で動いて価値を作るっていうことができるようになったなっていうふうに思ってます。なるほど。じゃあ、中学はどうですか？大学2年生の時に1年間アルバイトを週8ぐらいでやってたんですよね。その時に時給で働いても天井があるなっていうのはあって、でそこからその言われたことをやるっていうよりは勇気のある活動をして発信とかをしてお金を儲けるみたいなことにちょっとずつシフトするようになって、今 YouTube 活動であったりとか就活支援のことをやってるっていう部分はあります。2人とも結構変わってきたわけよね。自分ってこんな感じの人ですよねとかって言われた経験とかない？小学校の頃は、多分僕は自分の本音をさらけ出すということはやってなかったので、うん、人から見た僕と自分が思ってる僕っていうのは結構乖離があったかなっていうふうに思ってるんですけども、まあ、明るく思われがちだったかもしれないですけど、実はまあ今が普通なんだよって、今逆に YouTube でこう視聴者の方に自分の相談してるっていうのはすごい嬉しいことであるんですよ。うん、はい、周りから見えてるのは明るく一生懸命頑張っているって見られてるかなっていうふうに思っています。明るく一生懸命頑張っているって見られてるかな。ただ自分自身はネクラでして、いわゆる陰キャラというものなんですよね。なんか旗から見たら誰とでも仲良くして、うまくやっているように見られているように感じます。30歳とか40歳とか向けて、はい、どんな人間になりたいですか？今僕がこういう風にやってたのも、うん、みんなに応援してもらってやってる、人に与えてもらってる状態なんですよ。うん、だからどっちかというとこう自分で力をつけて、僕からこう皆さんにギブできるような人間になりたいなというふうに思います。1年前に会社を立ち上げて、本当にスタートアップ企業で全然お金がない状態で何人かのメンバーがついてきてくれてて、その中で気づいたのは、まあ、なんだかんだ綺麗事ではなく、ちゃんとお金を稼ぐことが大事だなと思うようになりました。なので、なりたいこととしてはちゃんと利益を出せて、かつ働いてる人たちがちゃんと経済的にもやりがい的にも潤いっていうのを直近の方がなりたいこととして置いています。自分の一番嫌いなところってどこなの？意外とないですね。なんかこんなこと言うと、ナルシストみたいになってますけど、意外とまあ、好きでやってますよ、全部が、はい。僕の話し方とか、仕草とか、声のトーンとか、すべてが人から舐められる要素、すべて止まってるんですよ。で、そこの部分を、絶対に人からマウントを取られるんですよね。だから、まあ、それ全然良くて、そのプラスな面は結構あるんですけど、もうちょっとどっしりしたいなっていうふうには思うので、嫌いな要素ではあるかもしれない。オファーボックスを運営してるこの iPlug 入ったら何をしたいですか？
あんまり僕みたいな性格の学生は多分就活とかで自分のことを話せないっていうのが多いと思うんで、はい、まあ、そういう人たちに個人にマッチした会社っていうのをこう探せるんじゃないかなっていうふうに思って、入社して 1,2 年目ぐらいまでは営業をやりたいなって思います。自分がどれぐらいのお金を持ってこれるのかとか、どうやったら人の心が動いてこれを買うよって、ね、サービス使うよってなるのかみたいなところを学びたいなっていうふうに思っています。わかりました、ありがとうございます。これで、最終面接を終わりたいなと思います、はい、今日はありがとうございました、はい、ありがとうございました。これ非常に悩ましいとこですが、はい、強いてどちらかというと、はい、パカさんです。絶対痛めと思ってさっきからめちゃくちゃ汗がやばいこれが登録者数の差だこれが登録者数の差だ理由としては、今日は本人の伸びしろっていうところを重要視してるやつですね。で、かなり2人とも、こう、相当成長すると思うんですよ。成長っていうのは変化と一緒ですね、うん、変化っていうのは結局自分をこう変えたいっていう元ある自分のことをちゃんと知ってることなんですよ。で、あとはそれに対して自分の嫌いなところどこですかって言ったのはそれも自分やんか、だからそこ自体も自分で認めていると変わりやすいですよね。唯一ちょっとだけ違うかったのは、あんまり常識にとらわれてないって感じなんでそこがすごくね、強くて、変なね、大人の常識にとらわれない方がいいですね。自分がこうならなきゃいけないっていう発想は伸びしろを阻害すると思ってるんで、できるだけない方がいいっていうふうに僕は思ってるから、まあ、そういう分でずっとそればっか考えてるんやろなっていうのを感じたと。これから多分就活とかしなくちゃいけないんですけども、はい、まあ、そういう勉強なんだっていうふうに思いますね。はい、ということで、アイプラグさんが運営するオファーボックスさんでは、こう自己分析の手助けする適性診断みたいな形で、自分がどういう人間かとかを、診断してくれるテストであったりとか、プロフィール欄を書いたら企業さんから勝手にオファーが来るっていうサービスなので、地方とかまだ就活を始めてない人でも始めやすいサービスなので、ぜひ使ってみてください。今日は面接をしていただいてありがとうございました。ありがとうございました。